グッドぶらり旅。さあ続きまして、皆さんにご紹介するのは観光名所の一つとなっているこちら、ドーン出ました、テレビ塔でございます。東京といえば東京タワー、札幌といえばこちらのテレビ塔ね。綺麗だね、こう中心部の中にある緑たち、素晴らしいですね。それでは早速近くまで行ってみましょう。見てください、このズドーン、入りきりますかこれ。花や木がね、生い茂ってますけれども、この時期は本当に今綺麗で、うん、空気も澄んでますし、あの気温も過ごしやすいんで、ここ観光するにはかなりベストな場所になってます。札幌に来たらテレビ塔ぜひぜひチェックしてください。じゃあ続いての場所に行ってみましょう、こちらです。さあ続いての皆さんにおすすめしたいスポットはこちら、札幌時計台でございます。これはもう北海道札幌といえばもうテレビ塔時計台ですね。この2大観光名所みたいな感じになっておりますけれども、こちらね、特に言うことはない不名誉な日本三大がっかり名所みたいな感じで選ばれてますけど、すごいんだなって思ってきちゃダメです。ちょっと行ってみましょう。あ、時計台これだけっていうね、興奮してきました。行っちゃいましょう。はい、じゃあ続いてね、紹介したい噴水、見てください、このテレビ塔が見える噴水、素晴らしいですね。今日はせっかくなんでね、僕が昔高校生のまで練習してた場所をちょっと紹介したいと思います。こっちです。僕が練習してた場所っていうのはもうここです。相当もう本当に高校生の時ですね、札幌に住んでた時の高校3年間はもう本当ほぼ毎日ここで、まあ雨降ったら練習はできないんですけど、ほぼここで練習してましたね。懐かしい。で時間をねテレビ塔で見てでそれで練習してたみたいな形なんですけども、ちょっと久々なんでちょっとワンムーブいきたいと思います。今も変わらず、公園が綺麗にあることも、ゴミが全然落ちてないんですよ。すごく綺麗な場所で生まれ育ったって感じですかねありがとうございます。まだまだぶらり旅続くぞ。